皆さんこんにちは。二次通ではナレーションを担当させていただいております。放送部部長押していきますよこれ。放送部部長久保田美恵です。今回の動画はですね、オタク遍歴ゲーム編ということで、ゲームのねお話、久保田はどんなゲーム好きなのかとか、昔はどんなゲームやっていたのかみたいなのを少しお話しさせていただけたらいいなと思うので、喋っていきたいと思います。ババン。久保田のオタク遍歴ゲーム編はこんな感じです。皆さん知ってるタイトルありますか？まあ有名なのもあります。ポケモンとか多分皆さん知ってると思うんですけども、はい、私はですね、子供の頃から家にゲーム機があったんですよ。うちの母親が、今もやってないんですけど、ゲームのショップのパートかなをやっていて、家がどちらかというとゲームに対してあんまりネガティブなお家じゃなかったんです。ネガティブというか、もうもはやポジティブかな、むしろ。うちのママとかも普通にゲームしてましたし、パパもゲームとか好きだったので、意外とゲームに関してはそういう機械みたいなのも揃ってて、まあ子どもの頃は普通にポケモン、初めてやったのは多分ピカチュウ版か金銀を初めてやりました。そこからほぼ全タイトルやってますね。ブラックホワイトはやってないかな。それ以外は多分ほとんどやってると思います。ポケモンだったりとか、あとは僕の夏休みで夏休みを過ごしてましたいやめちゃくちゃ楽しいんですよあれ。ほのぼのしてて、ずっと海に潜って魚見たりとか、あと肩叩きして10円もらったりとかして駄菓子屋に行ってガム買ったりとかしてたりとか、あとはサルゲッチュにハマってました。懐かしくないですか、サルゲッチュっていう響き。懐かしいと思っちゃって、自分で書いてて懐かしくなりました。あとはゲームキューブでゼルダをやったことあります。風のタクト楽しかった。でも一番風のタクトの中で覚えてるのが、なんか豚を持ち上げて投げるっていうのを、なんでか子供の頃すごいその行為が好き。違いますよ、別にそういう野蛮な子だったってわけじゃないですけど、持ち上げると豚が頭上でなんかムヒニみたいな感じで触れたりとかしてるのをひたすら投げるっていうのをやってました。あの3次元ではしないですから、ゲームの中が好きですから、してるの。あとは動物の森、私動物の森全シリーズやってるんですよ。ハッピーホームデザイナーだったかな、なんか普通の動物の森以外も全部やっているぐらい動物の森を続けてましたね。そんな感じで子供の頃は結構いろんなジャンルをやっていたんですけれども、それまあ中学生もこんな感じだったかな。ポケモンやってたりとか、まあ、ポケモンの中で一番ハマったのはルビサファです。ずっと秘密基地作ったりとかあと皆さん知ってますか、ポロックだったかな、なんか木の実でできるなんかキューブみたいな、ポケモンに与えられるキューブみたいなのが確かポケモンセンターだったかなの何かに入ってて、なんかタイミングよく押すとできるみたいなを延々とやってました。そんな感じの、まあ中学校ぐらいまではそういうのやってたんですけれども、高校生の時にですね、まあアニメ編漫画編を見ていただけた方は分かると思うんですけれども、まあ、ジャンプ系の作品とか、あのまあ言うならばイケメンの男どもが出てくるような作品にハマってた時代があったんですよ。まあ今でもそうなんですけど、その時に初めて乙女ゲームというものをやったのが白鸚記でしたね。ノベルゲームも多分この時初めてやったのかなって感じだったんですけど、白鸚記ハマりました。アニメとかもやってたし、白鸚記をやって、まあもう高校生だったんで家にもパソコンあって攻略サイトとかもあったんで、ああいうの見ると自分の好きなキャラのハッピーエンドに行けるんですけど、初めて白鸚記をプレイした時は何も見ずに、そういう攻略サイトとか見ずに自分の感覚だけでやってたんですよ。その中でたどり着いたのが東堂平介というキャラクターで、今でも白鸚記では平介が好きですね。まあ、はじめさんとか沖田とか、まあ、風間とかかっこいいのはいっぱいいるんですけれども、やっぱりなんかこう自分の思う気持ちのままに行ったら平介にたどり着いたんで、一押しは平介です。まあね、そんな高校生、まあ他にもやってました。普通に銀魂のゲームとかリボンのゲームとか本当にその時ハマってたデュラララのゲームとかを結構やり込んでるものもあれば、
終わりたくなくて最後までやらないっていうものがあったりとかそんな感じの、まあ、恋愛ゲームだったり、自分がそのハマってる作品のゲームをやってる高校時代があったんですけど、私あの高校卒業してこのお仕事は高校3年生の頃からやってるんですけど、並行して大学も通っていたんです。理工学の大学だったんですけど、その大学、あ、今から言うことはちょっと私が通っていた大学の先生とか見てないっていう体で喋るんですけど、私は理工学に通っていたんで、大学の頃基本授業にパソコンを持ってって、あのノートパソコンを開いて、まあプログラミングだったりとか、あとはまあ普通にメモとかも、まあ紙に書いたりとかもしてましたけど、結構パソコンでやってるものもあったんですけど、その時に絶対開いていたブラウザーがこの3つです。いけないことで分かってますよ、ちゃんと授業受けろっていう声が来るのも分かってるんですけど、もういいじゃないですか、卒業できましたから、一応ストレートに卒業できたんで許してください。そんな感じで大学生活は結構この3つをやっていましたね。この3つのブラウザ開いて、あの授業受けてました。小声になっちゃうよ、もういけないことだから。でも私が多分大学生の頃は流行ってた3つだと思います。だって私が大学の授業とかで一番後ろの席とか取ると、こうみんなパソコン開いてるんで、後ろの席なんで画面が見えるんですよ。みんなこの中のどれかは絶対開いてたもん。クッキークリッカーとか、なんであんなやってたんだろう、あのクッキー焼くだけのゲームなんですけど、連打してアイテムとかゲットするともはや連打もしなくていいぐらい、ただただクッキーを焼くだけのゲームだったんですけど、なんでかわかんないですけどハマってましたね。そんな私はもう大学も卒業しまして、今ハマっているのはあつ森とポケモンソードでございます。まあポケモンソード始めたのは本当この収録をしているほんと5日前とか、もうほやほやです、ポケモンソードに関してはなんですけど、もうひたすらできるんですよね。私結構大学とこのお仕事を並行してて、結構ありがたいことに忙しい日々を過ごさせていただいてるんですけれども、そうすると子供の頃みたいに自分の時間、アニメに割く時間とかゲームに割く時間っていうものがどん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 減ってきて、あれもしかして私ってオタクじゃないのかもって思ってたんですよ。ほんとここ最近結構いろんなお仕事やらせていただいてて、でも自粛期間に入って自分の時間がすごく増えて、なんかね、昼夜逆転しちゃうぐらい寝ずにゲームしてたりとか、あと自分で可愛いなって思ったのが、眠くなるから寝るんですけど数時間後にすぐ起きるんですよ、 2,3 時間ぐらいで、ゲームがしたすぎてなんか遠足に行く前の子供みたいじゃないですか。そんなぐらい今はすごいゲーム熱が高い久保田でございますけれども、いかがでしたでしょうか、私のオタク遍歴ゲーム編ね。知らない、このゲームやったことないみたいなのもあると思うんですけれども、ぜひぜひやってみてはいかがでしょうか、ということでお話しさせていただきました。なんか私スイッチ持ってるんですけど、基本的にあつ森とポケモンソードしかやったことがないので、他になんかこういうのおすすめだよとか、こういうゲームもある、やってみないみたいなのがあったら、あ、下のコメント欄の方に書いていただけたら私がこっそり見に行くので嬉しいなと思うので、よろしくお願いします。そんな感じで日通では他にもいろんなね動画に出演させていただく予定なので、ぜひぜひチャンネル登録して待っていただけたらいいなと思うので、ぜひよろしくお願いします。以上、お相手は久保田美優でした。バイバーイ。